ナイスアイディア。見えるみたいやな。で、え、わかるね。ちょっと今リハビリ中です。おー、うまそう。なんてものあるわけないでしょ、そんなことを言われても。ちょっとうるさいねんけど。結局はいいなんてないなら。あ、可愛いですね。運動会でビデオを構えられてるみたいな気分やねんけど。もういいよ。あ、いやけど白けどコート黒やからな、うん、いやそれ正直どっちでも似合う思うわ。出た出たそうやん。これ着る分量大切よな。切りすぎたら寒いよな。オッケー、マイク切れた。え、切れた、やば。じゃあ着てきていい？いいよ。ちょっと待っていて。俺マジで服作ろうかな。バリエ感じになってる。ほんまに？それ上手いとか下手とかないやん。ほら、いや、いいのやえ、いいやん、いいやん。え、逆にさ、それでえ、乗るな、それ来たらいい感じちゃう？乗るな、乗るな、乗るな。黒見せるみたいな、あ、出すみたいな。あ、付け襟やん、付け襟、付け襟できるわ。乗るな、乗るな。これ乗るやつちゃうね。外出して、あ、いいやん、黒の付け襟。あ、いいやん、え、めっちゃいいわ。ほんまにいいわ。ま、ほんまに、うん。どこがええねん。なんもやないわ。前この肩周りを切りすぎたから垂れんねん。うんうんうん、肩周りをあんま切らずに、うん、ここに乗るようにして。うんうんうん、切るんがち。で、さすがゆめかは切ったやつ全部捨てた。え、なんで？タル君と同棲してさ、持ってくる時になんか切ってるやついっぱいあれかなと思って。俺持ってきたんか。で、前かとお揃いの白ニット着て完璧。じゃあ早く行こうや。ほんまに早く行こう。やばいって時間。ずっと再利用してな。そろそろ新しいの買った方がいいかな。せやな。家庭的なタイプが女の俺一人。ちょっとこれって何回再利用とかあるんかな？何回まで？死まで行くの？俺あの顔毛にこいつ入れてくれ。顔毛にこのペットボトル入れてくれ。顔毛？え、そんなんやって待って。これなんか夢に見た気がする。え、ほんま夢見てんな。どんな夢見てんねん、怖いわ。え、なんかさ。俺をやる夢見てんのか。ちょ、そうじゃなくて、なんかカオケにって言われて、いやこれやろう、やり始めてた前かやんっていうところ。俺映してもええで。うちは今日決まってるかな。化粧や。やっぱ化粧。化粧やよ。化粧しか勝たん。化粧はい、可愛いよ。バイバイ。いや、覚えてたやろ俺。うん。言ったで。勝ったんやな。去年に勝ったんや。あ、いいやん、いいやん。あ、むっちゃいいやん。いい感じ。しかもあれやな、耳当て的な感じ。お、ピュピュしてる。ピュピュしてるやん。じゃあこれでいいか。うん、俺もかぶりたい。はい、まあ、俺似合うからよ。オッケー、ごめん。到着完了。いいやん。いいやん、むっちゃいいやん。サメいいな、買ってよかったやん。イエーイ、ありがとう、ナイスアイディア。イエーイ。ターク年パス確認した。お前がさっきさ、いつも入れてるとこじゃないとこ入っててめっちゃ焦った。ちょっと晴れてきた。さすが晴れ男。ほらほら、かっこいいやろ、なんかこの牙感が。かっこいい、かっこいい。いや、あんたが食べられてって。ツッコミするな。待って待って待って。あ、いいやん、めっちゃ可愛いやん。俺も、あ、かっこいい。自分で言う。シュルクおるで。俺シュルクとツーショット撮ってもらいたい。うん、あ、いいやん、いいやん、いいやん。
よかったね。うん、あれいつもやけどさ、うん、まあ、そんな機会ないけど、うん、着ぐるみの人にお礼言うときなんて言うか迷わん。俺ありがとうございますって一気にすに替えんねんけど中の人ありがとうでいいじゃん。人意識してもってさ、ありがとうございます。これ直そう。これちょっと恥ずかしないんだよ、なんか向こうも戸惑う。向こうも戸惑う。あ、また俺に言ってるみたいな。泳いでるみたいな。あ、これやらないと。それあ、プニプニプニな。え、わからねえ。わからねえ。え、わからねえ。え、動いてる。あ、動いてる。動いてる。なんか中に虫入ってるみたい。ムニムニ入ってる。ほら、動いてるよ。動いてない。動いてなくない。めっちゃかっこいい。びっくりするぐらい、うん、ほら、こっちの動く量。元気なさすぎでしょ。こっち怪我してんねや。後でまた直したろ。あ、あ、治った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 。よし、すごいすごい、医者や。ちょっと今リハビリ中です。やべ。おー、ジョージと。あ、いいやいいや。こちらどうぞ。こちらです。まずご飯から。どうする？前からクワトロにしよう。クワトロ、美味しそう。イッグベネディクト、マルゲリータ、ポペロニ、じゃじゃーん、じゃじゃーん。おー、うまそう。前からじゃじゃん。これずっと食べてみたかった。いいね。いただきます。いただきます。バリでかい。うまっ。これうまっ。これ結構ミニバの中のご飯屋さんでも結構上位ランク。人気なの。前から流れる、うん、前から流れる。適当やわ。3つしか行ったことない。3つの中で上位ランク1位じゃなくて、3つの中で上位ランクで普通やん。いや、1位やけど、他のとか行ったことないから、それを含めて上位ランク。ほんまにあれやな、ここ1位やわ。何個中？2個中。2個中。比較したらあかんかもだけど、サイゼのピザよりめっちゃうまい。なんでサイゼの最近食べたの、サイゼ。あ、前友達と。めっちゃ晴れてる。嬉しい。ちょっとジョーズからしたらな、晴れは天敵やけど。そうなの。ちゃうよ。なんでやねん。サメとか天気関係なくね。お前適当なこと言わないでください。お前今から初めてのあれ、これを撮りたいと思います。あ、これがゲットできる。うん、あ、そうだ。これは一緒に難しそう。結構難しそうやな。絶対いける。えもうイメージはもう完璧でいいから。頑張れ。始めていきましょう。まずは1球目です。ピッタゲームスタート。じゃあ次は俺、ここで離した音を言っちゃいます。1球目でございます。頑張れ。わー、悔しいな。ありがとうございます。イエーイ。チャレンジ失敗。悔しい。悔しいな。1個だけ落とせた。難しかったな、意外と。めっちゃ難かった。あの前の女の人すごいな。なあ。まあまあ、イケアでなんかあれ買うか。あったやろ。あれは違うんです。ジョーズが入ってる。ジョーズも遊びに来ます。マリオにボコボコにされんで。あ、す
ごい、めっちゃマリオやっぱり。見て、あ、ちょっと見て、ここに月、月じゃないこれ。え、月や。あ、見た。ぐいぐい、ぐいぐい進む。マジ一瞬よ。25分かからんのちゃう。かからんと思う。なあ、持ってんな、25分。いい折り方や。意外と入ったらスッといけるもんな。早くも見習えよ、そういう盛り方。え、どういうこと？え、いつも変な盛り方するから。そう、あ、取ったって嬉しい盛り方。嬉しい盛り方。ちょっと疲れてきてない。大丈夫。疲れてないよ。むちゃ今元気やで。ちなみにマイカは結構足疲れてる。これで、ね、頑張ってんな。頑張ってんな。あ、めっちゃ漏れるやん、ここ。めっちゃ漏れてる。マジ？マジでめっちゃ漏れてる。おもろかった。おもろかった。やっぱステファンやん。しかも10分ぐらいで乗れたしな。2回目行きます。バリ好きやん。タイ君かな。タイ君がめっちゃわがまま言って、ほんま、これ友達今やったんやろ ?5 回も乗らせて。僕はわがままな長男です。タワー、わがまま言うてないわ。どこ？ OK。初めての？チョコチュリタスの一本。寒いですね。寒いです。ほんまにこのサメに助けられてます。あ、はい。かじられてるわけじゃなくて。いや、かじ助けられてます実は。助けられてるんですね。来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきまーす。どうしたの？どうしたの？どうしたの？マジで。西田さんです。ここも結構もともとやってたのはあったけど、あ、難しい。2004年やったらだって俺当時何歳やりたいと思って。でもそうですね。小学校6年生です。中学に上がるタイミングで、はい、出ましたね。ドア持ってきれないからやばいんちゃう。ドアが閉まります。俺けど髪の毛シャシャシャってやったら戻る。あ、戻る？うん。この絶景とともに。テレ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 リアルお尻探偵これはずいわ。あ、戻った。オッケー、行けよ。こっち何の列？ここや、ここや。この椅子懐かしい。ここ座ったな。ここでようけ喋ってたな。なあ、結構待ったよな。うん。今日はけど俺ら一組だけやな、街が。予約埋まってたのにな。街はそんなおらんねや。まあ、もう言うて8時ぐらいじゃない？俺同じのスタート思うかな。これ？うん。マイク覚えてたこれって。え、これじゃない？え、これやで、俺カルボナーラやった。よう覚えてんな。覚えてるわ。今日これうまそうやな。トマトパスタ。マイカ何頼んだか覚えてない。え、マユカは。ピザやった気がする。うん。いや、前から普通にマルゲリータぐらいやった気するけどな。ただこのエキストラがどうか覚えてないな。どっちでもいいや。今でもわからんの違い。なんかスープにしようかな。あ、健康意識。そう。やめな。
ください。考察いける？じゃあ、なんや、初めて出会って4年、うん、記念日、乾杯。寒ぶりと柚子のマヨネーズサラダです。そうなの。そうですよ。美味しそう。ごめんなさい。思い出のカルボナーラ。それでは今日も動画見てくれてありがとうございます。せーの、ありまてち。映らへん。こっち見て。ちょっとまあ北海道の旅行練習も兼ねて、ちょっと暖かい服装で車返しに行こうぜ。そうやね。あ、あれやん。あのバラクラバ風のやつ。前髪下ろしたらいかんじゃないからな。今のはボケた。今のはボケた。あ、前から見たらめっちゃいい感じ。いい感じやろ。いい感じ、いい感じ。お腹が空いたので今から中湯に行きたいと思います。イエーイ。今日ちょっとな、お上品すぎて、あのお店がね、ちょっと俺らにはな量が少なかったな。そう、ユニバ帰りで腹減ってたし、そうそうそう、よかったんですけどね、うん、お店はな、うん、美味しかったし、まあまた4年後に行きたいと思います。オリンピック景色、はい。なんか夜食とか久しぶりやな、またそうやな、ウキウキするな、やっぱ確かに、うん、なんか昔はさ、しょっちゅうほんまにやってたやん、前から。あ、でも意外とそのタル君に迎えに来てもらって夜中にこうやって運転みたいなする時もさ、なんか夜食食べに行ったことあんまないよ。おはやさんあんまないな。なんかスタバ、うん、夜スタバドライブスルーで、うん、とかはあったけど、ちょくちょく。それもほぼなかったけど、なんかタル君買ってきてくれてたことあった、マイカを迎えに来る前に。あー、ね、優しい彼氏。まあ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 、まあ、そうそう。ありがとうございます。もうちょっと前かな、メイク落として。え、いつの間に。え、家帰ってすぐやね。お、親子丼、シンプルな方にしようかな。ほんまの前の水曜学校の時来てんな。あ、そうなんだ。これ、うん、中からのお知らせです。うつらを 0.5 にしたらいいんか。